キチャンネル。ジョン。こんにちは。さあ最終回ドラフト戦略、阪神タイガース戦。優勝おめでとう。あ、さあこれちゃんとやんないと阪神ファンが怒ってくるよ。分かってねえなっつって、はい、うん。コメント欄でもさ、よく見るのがさ、はい、全然分かってない人もいるけどさ、賛成っていう人もいんねん、うん、どういうこと？ファンによってもやっぱ考え違うじゃないですか。いや個人の見解だからさ、うん、批判し合うのやめよう。そうですね、うん、これはもう全員の意見を楽しむ場だから、そう、人がどうのかより、うん、俺はこう思うの方がいいと思うよ。そうですね、うん、なんか見ててはちょっとおかしいね、全然分かってないとか、はい、試合見てないとか、うん、二軍知らなすぎとかっていう意見も、うん、あ、まあそれはそれでいいと思うけど、うん、言ってる通りとか、はい、そのままの案でいこうとかもあるやん、うん、どっちが正しいみたいな。 ね、そしたらそういう方は今2軍はこういう状況なので僕はこう思いますとかね、うん、それがいいよね、うんうんうん、そしたらこっちも あそういう意見もあるねってなりますもんね。そう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 、うん、マウンティング取るコーナーじゃないからね、はい、そもそもね、うん、あと、はい、先生の声が小さすぎっていうのもある。言い訳させてもらっていいですか、うん、マイクの性能が良すぎて、うん、こっから前しか拾わないんです。あ、マイクはこっちも嫌だね。なので僕どん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 こっちに前にこっちに。あ、そうなんだ。マイクつけてとかね、なんかどういうこと、そんなあれ聞きたいと思われてんのかな。あ、そうじゃないですか、うん、でもいい線いってるとか、うん、ある気持ちいいコメントありましたよ、うん、そんな、はい、うん、1割ぐらい、1割、1割もあった。1割やね。でも1割もあったら上等やな。そうですよ。まあね、はい、前置きなかったら怒られるから。そうですね、うん、はい、じゃあ、さあ阪神、うん、阪神、ドラフト1位、うん、俺2パターン、ね、補強ポイント先にいいですか。補強ポイント、うん、はい、補強先に第1位言っちゃいますか。補強ポイントは、うん、でもまあどこもいるっちゃいるね、うん、そんな別にね、去年のドラフトでも言ったけども、うん、現勢力で勝てると思ってるドラフトで、はい、いい感じでって言ってね、で若い選手たちも取ってるし、うん、若いのは絶対ここが欲しいみたいのがないってことですか。特にね、去年みたいに外野を絶対取った方がいいなとかっていうのは正直ないよね、はい、でも唯一言えるのは、うん、北条と山本を戦力外になったから、はい、内野はいるかなっていう、はい、まあ、2個も試合しなきゃいけないからね、うん、内野は数しっかり埋めなきゃいけないから補強した方がいいかなっていうね、まあ、どこかでじゃあ取るだろう、うん、取るっていうところもあるしね、うん、ピッチャーもいるからね、うん、じゃあまあ1位をどこに行くかという、そうだねってなってきた時にやっぱこうね、上昇軍団で、はい、連覇していかなきゃいけないからね、うん、2005年も6年勝てなかったからね、はい、タイガースはね、うん、そういった意味では、はい、考えから2通りあります、はい、じゃあ1パターン目、1パターン目、はい、ドラフト1位、うん、高校生の場合、はい、第1回センター希望選手阪神タイガース木村優斗、投手霞ヶ浦高校、はい、まあ、このうん、高校生の中では結構特に右ね、はい、左とかだったんだけど、うん、右で言うと、うん、結構もうトップクラスの、はい、まあ、評価があると思うから、うん、そんな今すぐ困ってるわけじゃないから、はい、そういった意味ではその将来性を厚くするために、うん、高校生の右腕っていうのは、うん、結構、まあ、いいんじゃないのかなっていう、はい、で2パターン目、2パターン目、大学生、はい、第1回センター希望選手阪神西舘雄飛投手、中央大学、中央の、まあ、パワーピッチャー系で、はい、まあ、全体的にピッチャーちゃうかっていう、はい、野手も去年森下取ってるしね、はい、で若いのもいるから、うん、1位でまた野手はないんちゃうかっていうところでピッチャーです。はい、じゃあ中川さん、はい、第1回選択希望選手阪神タイガース前田優吾投手、大阪桐蔭高校。あ、でもちゃいます。自信なく言うじゃなくて。地元関西から、もう地元の大阪から、うん、去年やっぱり高校ナンバーワン野手って言われた浅野くん行ってくじ負けたじゃないですか、うんうん、まあ、やっぱ高校ナンバーワンピッチャーって言われてる、うん、まあ、左ピッチャーですけど、うんうんうん、行ってまた岡田さんくじのリベンジしに来るんじゃないかと、くじ引きの、くじ引きの、はい、まあ、ナンバーワン取ろうっていう、うんうんうん、今やっぱそんなに困ってないじゃないですか、うん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 、チーム的にも。だからやっぱ高校生でいいところをこうくじで行きに行こうっていう、うん、で前田くんです、うん、じゃあ先生、あ、僕は、うん、じゃあ先発表しますね、はい、第1回センター希望選手阪神常広隼人投手、青山学院大学。ここで青学行きますか。はい、というのはですね、うん、今年1年間見てるときにやっぱ岡田さんの考え方多分ディフェンスなんですよね、うん、守備からっていうところと、うん、
やっぱり浜地が、投手がですね、今年やっぱり怪我となってあったり、岩佐投手が途中で離脱したってところで、右の中継ぎがちょっと手薄になった部分がいっぱいあったんですよ。現状馬場投手、それから外国人、石投手ですよね、って考えた時、右の中継ぎの即戦力がちょっと薄いんじゃないかなっていうところで、中でも投げれる即戦力系、でもし中が埋まった時に前に回せる即戦力系って考えたら、このマルチの適応性が非常に一番高いと思うんですよ、ナンバーワンで。常広君を僕岡田さんは取りに行くと、間違いないと思ってます。それくらい自信あるんですこれ。どうでしょうか。まあ、大学生右ではナンバーワンピッチャーってね、言われてますからね。くじ引きかな。くじじゃないですか、やっぱ僕は思いました。でもどこもね、でも好きなの取ればいいよね。まあそうですね、阪神は、もうここが足りないとかもないしね、じゃあ俺タイガースおすすめ言っていい、三井健介、大阪ガス、大阪ガスから野手です、はい、大阪桐蔭から立教大学で、大阪ガスで外野です。しかも結構長距離砲、左、で1年目から指名打者出場し、ベストナイン、ドラフト解禁の時に指名漏れ、3年目今年だから、あ、じゃあラストチャンスぐらいの感じで、でも守備がどこまでできるかだね、DH になってるから、これ最後ちょっと名前挙げてあげようっていうね、いい選手が、そうですね、続いてじゃあいい、また阪神おすすめ、伊豆口優太 NTT 西日本、桐蔭から青山学院、で NTT 西日本です、内野手です、はい、じゃあおすすめまだいます、いい、じゃあおすすめいいですか、もう最後だからね、はい、そうなんですよ、出し惜しみしないでね、言っていきたいんですよ、だって阪神は誰とってもいいから、だからもういろんな今まで出てない人もやっぱ出してあげよう、じゃあまあ右ピッチャーというところで、北畑怜央君、東北福祉大学から、で出身も奈良、地区大丈夫ですよね、はい、奈良出身です。で春のリーグ戦、東北六大学の最多のまあ4勝しててベストナイン最優秀投手に選ばれてまして、でまあ本当にスカウトの方も言ってましたけど、三振が取れるピッチャーという感じですね、でも絶対にプロに入るっていうプロへの思いはめちゃめちゃ強いピッチャーなんで、これは阪神でいけると思います、あと、まあ、内野いるって言ってたじゃないですか、私は育英から、山田修也君、高校生でいいですよね、全然、今ショートって言ったら、まあ、中野選手とかその辺って、あれじゃないですか、もうちょっと年齢上になってきてるじゃないですか、だから山田君若いところで、侍にも選ばれて侍で、ね、スタメン立てましたし、いいと思います、また端正な顔立ちで、いいと思います。僕阪神長すぎで、いいのがいいです。お、今年 WBC で沸かしたのは大谷ですよね、独立の大谷さんらしいです。いいの、大谷光る投手ってなってるんですよ、それ名字が一緒だからってこと。そうです。あ、そういうことで、さらにこの子高校が小松大谷なんですよ、2つの大谷を持ってるんですよ、で今ね最速で間違った計測とも言われてるんですけど、159、160キロ近く出てる、すごいね、右の本格派で、やっぱり常時アベレージの平均値も高いので、このピッチャーは阪神も面白いんじゃないかなと。大谷ね、大谷、でもね、でも全部いるからね、若いバックアップたちもね、今年はじゃああれですかね、若い高校生がこう、でもまあね、いいと思うけどね、俺は高校生でも、だから余裕ドラフトですね、でも先生伊勢のラオウとかいいんじゃない、だから伊勢のラオウね、そういうところにね、可能性を、あと鹿児島のおいどんね、おいどんだったんですか、妙世とかね、それこそ履正社の森田君とかね、だからまあ内野は取った方がいいんだよ、やっぱりやめさせてるからね、ちょっと下位でおすすめしたい選手いるんですけど、青森大学の庄司君、185cm 90キロの左腕なんですけど、これひょっとしたら大化けするかもしれないんですよ、でタイプ的に言うと、岩崎投手とか、日本ハムにいた吉川みたいな、三津尾さんみたいな投手になるんじゃないかなと、ぐらい伸びしろをすごい感じる投手で、4年の秋からエースになって、4勝1敗、36回で38この3勝を取っていると、で防御率 1.75 を青森、で、なんと木浪選手、青森出身ですよね、なのでそこで青森同士ということで、これまだやりやすい環境かなと、これ阪神の下位で取ってほしいなっていう、庄司君ね。はい、じゃあ俺独立から、
見つけてきた。おいいの、はい、サイドスロー、うん、スリークォーター気味、それいいですね。松原海、うん、はい、こちらも富山サンダーバーズ、はい、うん、サイドスローから最速156キロ、うん、でスライダーカットシンカー、はい、で今季リリーフ30回以上投げて防御率 0.89、うん、でしかも中日2軍戦になど NPB との試合6試合投げて9回自責点0、うん、すごい2失点のみ、うん、よくない NPB でやってるんですか、うん、あります、うん、こう松原君、うん、松原君こうあるよ。へえ、阪神サイドスローいいんじゃん、うん、阪神サイドスローいわゆるいいっすね、うん、人いるんですよサイドスロー、名城大学のこの松本君、うん、これもしかしたら2位ぐらいで取られるかもしれないですけど、僕は外れ1位でもいいぐらいかなと思ってるんですけど、うん、サイドでやっぱり球が速くて、うん、で元ドラゴンズの山内さんの教えで大成長したのサイド、うん、まあ、サイドで言ったらちょっと楽天の時に言ったんですけど、川和田君もね、うん、もしね、お二人が言った方がもういなかったら、うん、ちょっとサイド取っとこうって時には川和田優太君、いいね、仙台大の、あと徳島インディオソックス、はい、白川君ね、うん、最速154、はい、右投げ、うん、いいって書いてる大事大事、徳島推しだから、はい、俺徳島推しだから、確かに静岡推しでしょ、静岡宮城なんで、俺も徳島推したいピッチャーいたのよ、はい、徳島商業の森くん、はい、でもあプロ行かないのよ、志望届け出してないのよ、社会人行くらしいのよ、はい、だから上げれないじゃん。あとね、宮沢くん、はい、155キロ、うん、徳島インディゴソックス、はい、いいって書いてる、いいって書いてる、うん、徳島から、うん、あと押し場くんね、うん、この3人押そう、はい、徳島から。静岡はやっぱ浜松開誠館の近藤くん、うんうん、そして新妻くん、キャッチャーの鈴木京くん、徳川菊川、あと佐山空くん。静岡そんなに多くないんだよな、うん、今年そのぐらいかな。あ、でも静大のラオウでしたっけ、静大の、うん、そうそう、ラオウ、ゴジラだ、ゴジラだから。もしさ、1巡目さ、誰か行くと思うね、どれかは、はい、今言ったやつ、はい、外すパターンあるじゃん、はい、そうです、外れ1位誰行くやろな、もし外したら、だから奥田さん外すやん、はい、うん、外したら誰行くやろな。先生、常広くん行って、さ、外してっていう。で、僕は松本くん、名城大学の、外して、サイドして、サイドに感じます、外して木村優斗、あるね、あ、単独ないっしょ、外して早坂音、でかいよ、でかいね、うん、外して東恩納は、あるね、沖縄、うん、ピッチャーかな、外しても、野手だと誰かな、外した場合。いや、私は前田くん外したら、もし余ってたら下村くんとか行ってほしいな、うん、外したら野手になっちゃう、うん、うん、野手でも絶対いるとこあるかな、そうなったもん、内野か、でもね、やめさせてるしね、このポジションが絶対欲しいっていうのがないんだったら、もう評価の高い順にいくじゃないですか、ランキング順で。でも外野はいてもいいけどね、小谷とか行っちゃう、あ、近本2世で、うん、それこそやるかもしれんな。渡来君でも普通に1位のどっか選びそうですけどね、うん、イメージ的には、うん、まあ、誰行くかだね、もう阪神はね、うん、もう誰行ってももういいよ、うん、いるもん、なんか年齢構成もいいし、チームの、はい、若手もいるし、うん、レギュラーもカチッとしてるし、うん、次出ていく人間もピッチャーもそうだけど、いいのもいっぱいいるから、うん、誰取ってもいいよね。このドラフトで来年以降の戦力が大きく変わることってそんなないと思う、うんうん、最後に言っていいですか、うん、6大学のミニだったね、ナンバーワンにいいなと思ってピッチャーがいいんですよ、うん、誰、もしかしたら負けるんじゃないかと思って、うん、先生の目ではってことね、うん、僕の目だと、うん、だから楽しみにしてほしいです、うん、東京六大学、来年再来年、うん、これ明治大学の石原君なんですよ、うん、これ選抜として僕使ってほしい、まあ、彼広島出身で、うん、広陵、うん、4年生4年なんです、うん、じゃあもう広島じゃん、 そうかもしれないですけど、うん、制球力がなぜいいと、うん、スタンドからこう見てる時のこう伸び、うん、ベース板の上でパンとこう強い感じがすごいしたので、うん、これはあのやっぱり阪神というと土間差し投手とかいますから、うんうん、しかも岡田さん制球重視やしな、そうなんです、パワーピッチャーじゃないんだよね、はい、コントロールなんですね、フォアボール出さない、うん、制球重視のピッチャーが多分好みだろうから、うん、だから剛腕タイプじゃないんだろうね、多分行くのはね、ちゃんとチェンジアップを左投げで、うん、外に投げるチェンジアップもあって、うん、インコースでそれぞれバンバン投げてくる、この明治大学の、うん、石原君は石原君何気に面白いんじゃないかなと思って、うんうん、どこの球団でもいいんですけど、うん、まあ、じゃあやっぱり技巧派いくのかな、よくないですか、制球力ね、やっぱフォアボール狙っていって相手に出さないだからね、はい、だからね、球速いけどコントロールあんまりっていうピッチャーいかないかもかんないね、1位で言うとね、わあ楽しみですね、うん、そうだね、はい、はいはい、ということで、終わり、明日、はい、仮想ドラフト、さつざきチャンネル版、ちゃんとくじ引きもして、はい、今までね、やってきた中で、うん、
全員で考えて、はい、誰行くかを精査して、はい、発表します、はいはい、ぜひお楽しみに、はい。